じゃあとりあえず、まあ、簡単に概要からなんですけど、まあでも知ってますもんね。俺もね全部聞いた。まあ改めてということで、基本こう、まあ、一般のこうユーザーがこうここにいっぱいいるとして、でまあ自分のアカウントがで、まあ、フィードっていう、まあ、基本こう流れる記事あるじゃないですか、まあ、それを、まあ、こう随時こういろんな人のこうなると思うんですけど、これを、まあ、そのブランディングしていくっていうことなんですけど、まあ、割となんか聞いたことはあるかなかもしれないですけど、まあ、要はこれはそのビジネス、自分があの集客したいターゲットが欲しがるような情報を、まあ、投稿する。例えば美容系であれば、まあおすすめの、クリームの塗り方とか、クリームの塗り方、あとは抜け毛の防止方法とか抜け毛防止とか、まあ、あとは稼ぐ、あの要はその稼ぎたいっていう人を集めるのであれば、まあ、なんかこう豪華な、ね、高級なところによく行っているような写真とかをこう常にアップしたりとかっていうふうに、まあ、これをこう常にこうジャンルごとに、例えばこう、まあ、これは要は、髪の毛が薄い人、髪の毛が薄い人に対してあの育毛剤とかを売りたい場合ですよ、ね、がこれ この投稿をするってことです。でこれおすすめのなんかクリームの塗り方であれば、これは、まあ、女性の、まあ、女性の化粧品を売りたい場合にこういう感じの投稿をするってことですね。まあ、これはまあ稼ぐ系です。稼ぎたい人に稼ぎ方を教えるという商品を売る場合みたいな感じですね。まあ、これをまあ自分のその最終的に売りたい商品だったり、まあ、売りたいサービスから、まあ、逆算して投稿していくっていう感じですね。で、まあ、基本 Facebook ってあのブログと違ってこうストックされて、なんか次へとかなってこう順番にこうあのなんか 見れたりとか、あの SEO とか検索エンジンには引っかからないんですけど、引っかからないで基本こう流れちゃうじゃないですか、毎回、うん、でもなんだかんだ気になった人の Facebook のアカウントって見るんですよ、全部下まで見るんですよ、なんだかんだ、うん、まあもしあの逆にこう会おうってなった時とか特に、うん、この人どんな人なんだろう、会う前にちょっと見とこうと思って、これ結構ガーって下の方まで見ていくんですよ。なんでその例えばこういう投稿をしてこう残るっていう、後々まで残るっていうことを意識してこう投稿していくっていう。ああなるほどなるほど。だから適当なまあそのちょっと難しいんですけど、あの投稿頻度が高ければ高いほど親密度が上がるんで、あの確かにだからやっぱり毎日投稿した方がいいです本来は、うん、ただそのやり方をするのか、そのこうブランディングでこう下の方まで見られることを意識して丁寧にやるのかどっちかみたいな感じなんですよ。アフィリエイターとかっていうのは1投稿
に毎回こうアフィリエイトリンク貼ってるんで別にいいんですよ、この下のところまで、うん、別にぐちゃぐちゃになってもこの投稿で稼いだりとかするっていう意味、うん、意味合いなんで、なんでそれはまあアフィリエイターとこの1投稿でマネタイズする人の場合は割とこうこうねこうわーっと投稿して気にしない投稿してもいいかなとは思うんですけど、まあ今こうやろうとしてるのはこう Facebook で確実にアポを取り稼ぐ方法なんで、でもこの方法としてはまあ、 あの投稿は少なくてもいいので、まあ慎重に見られる後々見られる自己紹介の自己紹介だと思って、この人どんな人なんだろうなってこう思われる思われたい理想の自分をまあ演出していくっていう感じですね。でこれでまあここのブランディングっていう部分ができた時に、まあ、このこれからあの詳しくあの説明していくんですけど、このフィードが溜まっていい感じにブランディングができればできること、そしてまたあのいいねとかいいねがこうあればあるほどなんかこの人と影響力高いのかなみたいなノリにはなるんですよね。実際その実際いいのかな関係ないっちゃ関係ないんですけど、あの僕らがこれや今やっていくこの手法であれば最終的にメッセージを直接送るんで、まあこっち多い方がなんかすごいっぽいみたいな、1投稿で稼ぐ毎回こう稼ごうとしてるような感じであれば別に関係ないんですけど、まあ結局はその何ですか、もう例えばインターネットビジネスでアフィリエイトを知ってアフィリエイトに興味がある人がいいねを知ってるんで、結局そのアフィリエイトのリンクを踏んで制約しなきゃいけないじゃないですか、うん、制約するような投稿をしてるんで別にいいねがあろうがなかろうがいいねが10で2件制約すれば別にいいわけなんで、アフィリエイターとかっていうのは別に俺はそんなに実際気にしなくてはいい話なんですけど、まあ、直接メッセージを送って実際に会うで実際に会うって決まった時にここ全部見るってなった時にこれいいね100いいね200いいね300とかなってたらマジでなんかいいねってなるじゃないですか、うん、なんでまあいいね多い方がいいですよ、多い方がいいですね、いいねは多い方がいいですね、この場合で、まあ直接メッセージを送っていくということですね、はい、でまあ直接メッセージを送るっていうことなんですけど、まあそのじゃあ誰に送っていくのかっていう話で、まあ、今回の話はその確実にアポを取って会うっていう目的なんで、まあ、基本東京都であれば、まあ、東京都の人にメッセージを送らないと意味ないじゃないですか、まあ、わざわざ地方から出てくる人もいるかもしれないですけどなかなか多分いないと思うので、なんでまあ東京都に住んでる人住んでいる人にメッセージを送らなければいけないと、まあ、あとは東京都であれば、まあ、埼玉と千葉この辺りであればまだ来るかなっていう部分があるので、うん、東京であれば東京、埼玉、千葉あたりのこの、まあ、こう一帯ですよね、自分の住んでるところのこう大体この2、3件は、まあ、いけるんじゃないかなということです。で、その Facebook 意外とこう結構知らない人ですね、この東京都で絞り込みをかけることができるんですよ、実は、うん、で、それがおー、なるほど、で、検索かけられる、そうです、その Facebook でこのバー、Facebook バーなんかこう友達マークとメッセージマークとあとなんか地球みたいなマーク、地球マーク、これ何なんですかね、前から思ってたんですけど地球なんですかね、これはなんだろうね、お知らせです、あお知らせです、うん、こ
こで、友達の名前にしてる。多分今誰も友達がいないから多分出てきてないと思うんですけどね。多分名前で検索しないと思うんだよな。2人出てくると思うけど、まあなんか、うん、まあそこはない。その友達、ここから広げる人を選んでいかないと、友達の友達しか自分を検索できないようにしてる。うん、なるほど。じゃないとマッキー君検索した時に2つ出てくるでしょ。だけどそれで検索できないようにするっていうとプライベートと分けることができるから、うん、だから最初は少ないかもしれない。そこからどん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 友達をちゃんと限定して選んで、こっちに本当リアルな友達に入れちゃうとリア友からのつながりの発生がプライベートの人までつまって広がるから知り合い感が出ちゃう、うん、そう、了解。じゃあとりあえず今だったらこれでも東京、東京、埼玉、埼玉、千葉、千葉っていうゲームで検索と検索かければ出ると。ただここで問題なのが Facebook とは友達の友達みたいな感じでつながってる人じゃないとメッセージできないんですよ。実はできるんですけど、なんか100円払わなきゃいけない100円払えばできるんで、逆にできるんだみたいな感じなんですけど、直接その自分がいてってことか。そうです、自分の友達がここでつながってて全く知らないこの人に直接メッセージを送ることはできないですよ。なるほどね。実は100円払えば、そう、ここで100円かかってしまうんで、ここいいねはできるのか。いいねはできます、はい、友達としてメッセージを送るのはできないですよ。なるほどなるほど。なのでただでも新規を集めなきゃいけないっていうことでこの先の人を行きたいわけじゃないですか、うん、なのでこの人に行くにはこの人と繋がってれば間接的に繋がってるんでメッセージを送れるようになるんですよ、うん、なんでこれを基本的にメッセージを直接送るんですけど、直接メッセージを送るときに前提は最初のアクションで今友達をいっぱい募集していますと、よければ友達になってくださいっていう文明を1個入れておくと、友達はこの基本増えるんじゃないですか、母数が友達の母数、うん、友達の母数が増えれば増えるほどこの LINE がこう増えるので、ここの先にいるこの人にもメッセージがこうできるようになる、うん、だ基本は友達が増えていた方がメッセージを送れる人の数の母数も多くなると、うん、でこの友達を自動的に作ってくれるツールは後であげますそれ欲しい、はい、それはでツールに関しては自動で自分の友達にいいねしてくれる機能と友達申請とメッセージ同時にやってくれる機能が2つついたやつがあるので、それをやります。で、まあ、直接のメッセージを送って、まあ後でそのメッセージのどういうふうにメッセージを送ったらいいかっていう順番のメッセージ の僕がいろいろ試行錯誤してまたテンプレートがあるんでそれもあげますその順番で大体こうやり取りの順番があるじゃないですか。その順番も結構こう考えたやつがあるんでそれをあげるんで、それをこう自分なりに改造してやっていくと、うん、でまあこうメッセージを普通にやり取りして、でよろしければ今度じゃあいかがですかと、うん、ということで、まあ、アポを取ってそこで自分のビジネスかサービスを売れるセールスする、うん、ということです。